はあ、近づいてはいけませんよ、信長子。甘い炎で火傷してしまいます。赤黒い雨が降る。泣き叫ぶ者が散る。漆黒のもと、ゴーゴーと音を立てて伽藍が燃える。本能寺炎焼、魔王時代の終焉。その惨劇の舞台を満足げに眺めやり、ゆらりと去りゆく一人の男がいた。右手に二本の鎌、左手に謀反の証。その胸に法外なる悦楽と、誰にも知られることのなかったもう一つの気球を抱いて。さあ参りましょう。正しき人への道はこちらでしょうか。印と男。右手、右足、左手、左足、そして印、すべての体を得て、私は長い夢から覚める。ですがまだ目覚めたくない。もう少しだけ、このまどろみが消えるまで。私のそばから離れないでください。信長子、日が昇り、そっとまぶたを上げたとき、私はどんな私なのか。首根はじけたホトトギス。待てど暮らせどさえずらず。あなたの血の匂い、生涯消えませんね。のたうつど、吹き出す忘れられない最後の宴。ありがとうございました。私が殺すのは信長子、あなたで最後です。この尊き実感を薄めてなるものですか。誰か一と一緒にあそこに戻って。光秀様、どうかご達者で。この兜、毎日磨いて差し上げましょう。それも進化の務めです。明日は門出の飯を炊きましょう。あなたの食されますか、信長子。真っ赤な舌、ダメ、お寺を舐めないで。こんなこと誰がしたの。助けて、長政様。あなたはいつも苛烈だった。私という手足でなければ務まらぬほど。桶狭間、本願寺、いずれも楽しい蹂躙でしたね。
孫子の代まで貴様を。どうや。思い通りにいかぬことか。我が軍の策がまるで意味をなさぬなど。幼き私が夢見たはず。それは、それはまずは山へと天を見、いや海もいいな。人とこんなにも迷うものだったのですね。どうぞ。
お市様だけは、織田の血だけは絶やさせぬ。信長子、あの甘くて優しい暗闇の夢から、明智様、はあ、よかった。あなたならきっと兄様を救い出せる。お市殿ですか。どうもご無事で。明智様、後ろ手に何を持っているの。あ、これは失礼。お別れをどうぞ。どうして。私がそうしたかったからです。一緒に兄様を呼ぼうね、蛇神様。汚らわしい。あなたは一刻も早く消えなさい。お怪我はありませんでしたか。安心しました。あなたは私が守ります。私が死を超えた快楽を知る、その日まで。